で、今日はですね、見つける喜びというお話をしたいと思うんですが、先ほど影絵の、劇、まあ、賛美とですね、影絵とナレーションというですね、ああいうのなんて言うんでしょうかね、なんかページェントっていうんですかね、とっても素敵な劇をしてくださいました。あの中にも出てきましたけれども、クリスマス、イエス様がお生まれになった時に、東の国から、博士たちが、イエス様にプレゼントを持ってきたという話が聖書に残っているんですね。このお話はとても不思議なお話なんです。というのはこのイエス様がお生まれになったということはですね、イスラエルの人は誰も、ちょっとマイクがでかいです。ハウスですね。誰も知らなかったんですね。だけど、なんかハウってる。これかな。これハウってる。イスラエルから何千キロも離れた、おそらくペルシャという国の学者たちがですね、この西の方の国で、新しい王様が生まれたに違いないということを知って、わざわざ旅をしてきたんです。で、この人たちは聖書によると、占星術の学者と書いてあります。占星術というのは学校の先生ということじゃなくて、星占い、今で言うとね、星占いってあるでしょ？知ってる？星占いってね。星を占いんじゃないよ。魚座とかね、なんで魚座が出てくると僕は魚座なんですけど、伊手座とかああいうのでね、ああいうの何も根拠がないんですけども、昔はですね、この世界でどんなことが起こっているかということを今みたいに簡単に知る方法がありませんでした。インターネットもなければテレビもラジオもニュースもありませんでしたから、世界の国々はですね、よその国でどんなことが起こっているのかとか、あるいは将来どんなことが起こるのかとかっていうことを、いろんな方法でそれを知りたいと思ったんですけどね。で、ペルシャという国、もともと中国が発祥だという人もいるんですけれども、何か不思議なことが起こるときには夜空に変化が起こると、新しい星が生まれてくるとか、なんか星が変な動きをするとか、明るくなるとか、そういうことが、あるんじゃないか、そう考えたんですね。それで今よりものすごいたくさん星が見えました。今ね、広島の夜空で星をいくら見ても全部でどうかな、20個も見つからないんじゃないですかね。でも広島県でも県北の方に行くとですね、もっともっとたくさん星が見えますが、砂漠に行くとですね、もう本当にすごいです。もう、僕も砂漠で星を見たことがありますけれども、もう星に襲われるぐらいの感じです。びっしり星です。ものすごく綺麗で、星というのは同じ動きをしてるんですね。毎日毎日同じ動きをしています。少しずつずれてますけれどもね、学校で勉強してるでしょ。少しずつずれてますけど、毎日毎日同じ動きをして、この時間にはここにあの星が出て、この時間にはこの星が出てというふうに決まってるんですね。ところが時々いつもと違う星が現れたり、いつもと違う星の動きをしたりするんです。で、この聖書に出てくる博士たちはですね、この星を見る仕事をしてたんです。そして何か変わった動きがあったら、これを王様に伝えるわけです。王様、北の方で、なんか黄色い星が光っております。もしかすると北の方に金の山があるかもしれません、ね、南の方で、なんかふわふわっとした星が動いております。羊がたくさん生まれたかもしれません。例えばそんな感じなんです。本当の話がちゃんと記録に残ってるんです。で、ある晩ですね、この星を見ておりましたら、このペルシャの方から西の方角に
まあ、イスラエルですけれども、このすごい明るい星がこの現れたんですね。そして、まあ、この博士たちはこれはきっと西の国で新しい王様が、それも、ちょっとやそっとの王様じゃない、ものすごい、将来立派な王様になって、世界を支配するようなものすごい王様が生まれたかもしれないと思ってですね、それを王様に言ったんです。王様、西の方でものすごい星が出てます。あれはきっとイスラエルのあたりで新しい王が生まれたに違いありません。どこよりも早くイスラエルに行って贈り物をいたしましょう。そして贈り物をしておけば、将来その王様が立派になった時にペルシャに攻めてくる時に、あ、ペルシャは私が生まれた時に贈り物を持ってきてくれたから、攻めるのはちょっとやめて隣の日本にしようね。そういうふうに、まあ、ペルシャと日本はだいぶ離れてますけれども、考えてくれてるかも、変われるかもしれないので、王様は分かったということで、もうその当時ですね、一番高い、一番高価で貴重なプレゼント、贈り物を博士に渡して、これを持ってじゃあその星が出た西の国イスラエルへ行ってきてくれ。で、持たせたのは黄金乳香もつ薬ですね、黄金はまあ金ですけどね、乳香というのはこれはまあ今では香水だね、香水、もつ薬というのは薬ですね。昔から高いものって変わらないんですよ、今でも金は高いです、ね、香水も、まあ、僕は買ったことがないので分かりませんけども、高いやつはね、シャネルの何番とかっていうのはこんなちっちゃい瓶でも何枚もするんじゃないですか。薬もそうですよね、薬苦相場なんて、まあ、これ関係ないですけども、薬はね高いですね、いい薬になればなるほど高かったりするんですけれども、変わらないんですよ昔から。それで博士たちはこの黄金と乳香と持ち薬、金と香水と薬を持ってですね、旅をしていった。ところがね、この時代旅をするというのは本当に危ないことだったんです。危険なことだったんです、ね、今みたいに警察がいるわけではありませんし、道路がちゃんとあるわけではありませんし、もちろん飛行機も船も何もありませんから、おそらくペルシャからやってきたということになると、ロバかラクダでしょうね。でも博士がよくまあ3人の博士とかって言うんですけど、聖書の中には3人とは書いてありませんし、おそらくですね最低でも100人ぐらいいったと思います。だって黄金乳香持つ薬持ってるんだよ、ね、3人のじいさんが黄金乳香持つ薬持って砂漠の真ん中にいたら、はい取ってくださいっていう感じでしょ、はいどうぞお取りくださいって感じですよね。アリババと40人の盗賊みたいなのがいっぱいいる時代ですからね。ですからもうおそらくその博士の周りに護衛がついてね、ものすごい、これはまあ、キャラバンっていうんですけどね、砂漠の旅をする人はそうやって大きなグループで旅をしたんです。みんなそうだったんです。普通の商人たちも小さい人数ではやられるからっていうんで隊を組んでいったんですね。だからキャラバンっていうんです。でこの博士たちは、まあ、それだけの高価なものを持ってますから、まあ、100人とかね、もっと大きな単位だったかもしれませんけれども、行きまして、イスラエルに行ったんですね。で、ヘロデという王様のところに行って、ヘロデ王様、あなたのところに、お子様がお生まれになったんじゃありませんか。私たちは東の国からやってまいりました、このイスラエルの上にすごい星が出ておりましたから、きっとここにお子さんが生まれたに違いないと思ってやってまいりましたが、ヘロデ王は、うちに何男の子生まれとらんよ。最近生まれとらん、もうだいぶ前に生まれたけども、もうそんなのおらんよと困った、びっくりしたんですね。イスラエルに王が生まれた。このヘロデという王様はですね、ものすっごいずる賢いじいさんだったんです。最悪のじいさん、もうこれ以上悪いやつはいないというぐらいどうしようもないじいさんです、ね、これだけ言っても別に怒られると思いますけども。でこの人はですね、もともとイスラエルの王家というのがあった。イスラエルにはダビデ家という王様の家系があってですね、だけどダビデ家の質じゃなかったんです。だけどいろいろずる賢いね、
賄賂ってわかる？最近防衛庁で問題になってるな、森谷事務次官とかなんか、ゴルフに行かせたりね、なんで僕を誘ってくるのかなと思うんですけども、まあそれはどうでもいいですが、お金を渡してね、いろいろ悪いことをする。ヘロデもですね、もうこういう悪いことを散々やって、ヘロデはこのイスラエルの王様の血筋じゃなかったのに王様になった人なんですよ。泥棒だ。だから逆に自分の身を守るために何でもやったんですよ、ね、自己中の、まさに自己中。ちょっとでもね、その謀反ってわかる？謀反わかんないね。自分の王様の位を狙うようなやつや、ね、ちょっとその噂をね、ちょっとでも聞いたらすぐ殺してたんですよ。家族まで殺したっていう。親でも子でも嫁さんでも何でも自分のことをちょっとでも悪く言うやつだったらみんな殺した。キム・ジョンイルみたいになってたんですよ。最低じゃ。ね。で、そこへその東の方からわざわざ博士がやってきたわけでしょ。金と香水と薬を持ってきたわけじゃないですか。だから、ヘロデは、これは大変なことが起こったと。ね。自分のライバルが生まれたんだと。自分のこの、王座をですね、自分の王様を、自分を 王の位から追い出すようなすごいのが生まれたかもしれないと言って、学者を集めてきて、おいおい、そんな奴が生まれるということが聖書に書いてあるのかと聞いたんですね。そしたら学者は、はい、書いてありますと。ね、救い主がベツレヘムで生まれると書いてあります。ね、これはやばいことになった。ね、それで、ヘロデはですね、博士を呼んで、ベツレヘムで生まれたらしいから、行ってみてくれと。それで、後から様子をわしのところに知らせてくれんか。ヘロデは、後からその、きっとそいつ、そこにいたやつをね、殺そうと思ったんですね。で、この博士たちは、ベツレヘムということを聞いてね、それで外に出て、夜ですよ。出てみるとね、また星が。ベツレヘムの方に輝いている。それで彼らは黄金入港持つ役を持ってベツレヘムの方に行って、いろいろ探したところが、なんとですね、この最近生まれた男の子が一人だけいたんですね。それがイエス様だったんです。イエス様のところに行って、黄金入港持つ役を捧げて、ひれ伏して、こうしてイエス様にお会いできたと言って、喜びに溢れて礼拝したと書いてあるんです。で、何千キロも苦しい思いをして、もう死にそうな目にあって、そしてようやく見つけた。見つける喜びね。本当に会えてよかった。見つかってよかったっていうですね、その喜びに溢れて、イエス様を礼拝したんです。ところがですね、この博士はヘロデのところ、その神様の見つかりが行ったらね、行ったら殺されるからっていうんで、それで、博士たちはそのまま帰っちゃった。それを聞いてヘロデはね、怒ったね、当然。そしてなんとこのベツレヘム一帯の2歳以下の男の子を皆殺しにしたんですよ。ひどいですね。2歳以下の男の子いますか、ここに。いる？いない？ああ、よかったね、いなくてね。あそこの後ろにいないかね。ああ、よかった、よかった。ねえ、ひどいですね。でもその皆殺しになる寸前に神様は御使いをマリアとヨセフのところに使わして彼らをベツレヘムからエジプトに逃がしたんですね。それでまあ助かったわけですけれども、今日のお話は何の話かというと、博士のお話というよりもですね、実はこの博士はイエス様にお会いするために本当にもう大変な思いをして何千キロも離れたところにやってきて、そしてイエス様を見つけて喜んだんですけれども、実はこの私たちを救うためにもっともっと遠くから私たちのところに来てくださった方が、もっともっと大変な思いをして、もっともっと苦しい思いをして来てくださった方がいるんですね。それはイエス様なんです。イエス様は神の右に座しておられた方です。天国におられた方ですね。天国と地球ってどれぐらい離れてるかね、多分距離は分からないと思うね、長さでは分からないと思います。もともと神様であった方がこの神様であることを捨てて人間になったんですね。神様は死なない、
神様はどこにでも行ける、何でもできる。でも私たちに会うために、私たちを見つけるために、イエス様は、博士たちはキャラバンを組みました。でもイエス様はたった一人で来られたね。たくさんの見つかりを連れてくることもできたんですよ、護衛をね連れてくることができた。でもイエス様はたった一人で、しかも赤ちゃん、ね、赤ちゃんって一番弱いでしょ、ね、何の反抗もできない、一番弱い、小さな。でもイエス様はその一番弱くて小さな赤ちゃんとして私たちのところに来てくださったんです。でそれは何のためかというと、イエス様自身がこう言ってらっしゃいます。ルカによる福音書の19章の10節というところに、人の子は失われたものを探して救うために来たのである。人の子は失われたものを探して救うために来たのである。人の子というのはイエス様のことです。イエス様は失われたものを探して救うために来たとおっしゃったんです。失われたものって何でしょうかね。僕ら失われてません。失われたっていうのはつまり、道に迷ったとかね、迷子になったとか、どこかでもうどうしていいかわからなくなってしまってるとか、皆さんも迷子になったことあるでしょう。僕も迷子になったことがあるんです。ってなんか意外な顔してます。私も子供だった時あるんですよ。昔からおじさんだったわけじゃない、で僕は子供の頃の記憶ってほとんどないんですけどね、川で溺れそうになった記憶と、この道に、このデパートで私は迷子になったんですよ。で忘れもしない、今は福屋デパート、広島駅の前に大きいのありますよね。あれが昔広島百貨店というね、本当に長所簿の、いつ壊れてもしょうがないような、これ本当にデパートっていうようなね、横側の今のフレッサの方がよっぽど大きいぐらいの百貨店があったんです。でそこへですね、多分私の両親と私の父の祖父母、おじいちゃんおばあちゃんと一緒に行ったんですよ。僕はなぜそれを言うかというと、その私はそこで迷子になって、そして見つけ、その最初に会ったのは私のおじいちゃんだったんですよ。白いひげを生やしたね、仙人みたいなおじいちゃんだったんです。私のおじいちゃん、本当に私には全然似てない感じの人だったんですが、だから覚えてるんですけども、当然その一人でね、皆さんもあるでしょ、スーパーとかで、ね、デパートで、迷子になったことあるでしょ、ね、もう辛くてね、迷子になった時は寂しくて怖くてね、どうしようもないですよね、まさにそんな状態だった時に、だからその後どうしてかどうなったか覚えてないけれども、私は最初にそのおじいちゃんに会ったので、そのおじいちゃんの顔を覚えてるんですよ。だからそれはやっぱり嬉しかったなと思うね。でイエス様は失われた人を探して救うために来たという聖書には書いてあるんです。イエス様は神様で、神の右の座に座しておられた方ですけれども、その全てを捨てて人となってたった一人でこの地上に来てくださいました。でもそれはこの地上を支配するためでも、また悪いやつをやっつけるためでもありませんでした。失われた人を探して救うため、たった一人ぼっちで寂しい思いをしている人、重い病気で苦しんでいる人、誰からも声をかけられずに本当に一人寂しく過ごしている人、また誰かからひどい目に遭って辛い思いをしている人、あるいはこれからどうしていっていいかわからないような、そういう思いをしている人、あるいはもっと言えば人生真っ暗闇だなと思っているような人、どうやっていけばいいのかわからないような人、そういう人を探すためにイエス様はこの地上に来てくださったというんです。それもそれも遠くから、遥か遠くから。そしてイエス様を持ってきてくださったのは何でしょうか。黄金でも乳香でも持ち薬でもありません。イエス様を持ってきてくださったのは命だったんです。イエス様は私たちを救うために、それ私たちが失われて、私たちが神様から離れて、さっき老和者の人が劇をしてくださいましたけれども、罪を犯して神様から離れて
そして辛くて苦しくて孤独で寂しい思いをしている、そんな私たちに命を与えるために、私たちをもう一度神様のところに戻すために、イエス様はご自分の命を私たちのためにプレゼントしてくださいました。人の子は失われたものを探して救うために来たのです。博士たちは何千キロも離れてたところから星を見てイエス様のところに来てイエス様を見つけました。でも本当はイエス様が私たちを探しに来てくださった。羊飼いたちもイエス様を探しに来ました。でも本当はイエス様が羊飼いを探しに来られたんです。イエス様は2000年前この地上に生まれてくださいました。それは失われている私たち一人一人を見つけ出して救い出すために、皆さんを助け出して神様と一緒に永遠の喜びの世界を生きることができるように私たちのところに来てくださったんです。この地上に来てくださった私たちを探すために、今もイエス様を探しています。あなたを探しています。あなたが寂しいとき、辛いとき、苦しいとき、孤独なとき、どうしようかわからないとき、イエス様はあなたを探しています。そしてイエス様はあなたを救い出してくださいます。あなたに本当の喜びを与えてくれます。さあ皆さんは今日何を探しに行かれるでしょうか。イエス様を探しに行きましょう。お祈りします。天のお父様、どうぞ皆を賛美いたします。今日はファミリークリスマスということで、とても楽しいひとときを過ごすことができたことを感謝いたします。今日私たちのこの地上に私たちを救うため、私たちを探して救うために来てくださったイエス様、神の位を捨て痛みと苦しみを、そして死を味わうために来てくださったイエス様、私たちを探し出すために来てくださったイエス様がここにいてくださることを感謝いたします。私たちは今イエス様によって見つけ出されました。私たちは今羊飼いのもとに帰ることができていることを本当に感謝し喜んでいます。ありがとうございます。私たちはあの博士たちのように素晴らしい贈り物を持っておりませんけれども、私たちも感謝の言葉と賛美の歌声であなたに感謝し、あなたを礼拝いたします。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。